体操練習所は1878年10月東京府に設立された体育教員指導者の養成機関である。明治政府により設立された日本最初の体育の研究教育機関で修行年限は2年。体育教授法の研究と体育教員の養成を目的都市全国の学校に近代体育を普及させ音楽取り調べ係とともに 実技科目教員を供給することにより、知的科目に偏っていた東京市販学校の教員養成を補完する役割を果たした。1885年東京市販学校の付属校となり、翌1886年東京市販の高等、市販学校昇格に伴い廃止され、同校、体育専修科に改編された。同科は東京高等市販学校、 体育科への改装を経て、東京教育大学体育学部に継承されたため、一般には、筑波大学体育専門学群の源流と位置づけられている。明治政府が欧米的な教育制度を導入する過程で、体育も学生、教育例の中で小学校、専門学校の教育科目として規定されることとなったが、多くの場合は規定のみで実施されることはなく、 実施された場合も、教授法の確率を見ていなかったことから書く、学校ごとの試行錯誤に任されていた。また教員養成機関として設立された東京市販、学校も知的強化を中心とする地域に、偏重していたため体育教員の要請も後手に、回っていた。文部省は、以上のような状況を挽回し、 学校体育の整備を本格的に進めるため1878年10月24日、直轄期間として体操練習所を設立した。1879年4月7日、授業開始。練習所にはアメリカアーマースト大学卒業の医学シリーランドが教員として招聘され、彼を中心に、携帯層が欧米人に比べて小柄な。 日本人に適当な体育法として採用され、これの全国的普及が進められていくことになった。1881年7月には練習所の第1回休止生21名が卒業し、以降廃止まで約300名に及ぶ卒業生たちが各地の市販学校に体育教師として赴任し、また彼らにより100冊以上に及ぶ体育、スポーツの専門書が刊行されたことで、 地方への携帯層及び近代的な学校体育の普及を進めていく中心となった。同年、リーランドの辞任、帰国に伴い彼の通訳であった坪井玄道が練習所の主任教員となり、翌1882年にはリーランドの指導した運動法と彼の体育論を坪井が解説した新鮮体操書が練習所から出版された。 この後、練習書では1883年の長平令改正に伴う中学校、市範学校での不評争点実施の提言など国家主義的傾向が強まることになるが、その一方でつぼ中心に携帯層と子外遊戯の重要性が強調されるなど独自の体育法も追求された。ありがとうございます。